ママ久しぶりあんた生きてたのねちょっとご無沙汰じゃない僕これからもっと資産運用で稼ぎたくて株の勉強に力を入れてるんだよね株って本当に奥が深くでさ株価も上げ下げがあるからこまめにチェックが必要だし大変なんだよねふう。あんたも頑張ってんのねところでどんな投資やってんの メインは積み立て n i さ。あと、最近は後輩投下部投資もやってて、30万くらい入れてるんだ。なるほどね。だから、なかなか飲みに来れなくて、ママには寂しい思いをさせたよね。あんたには、自意識過剰オブザイヤーを贈呈するわ。ま、投資の勉強も大切だけど、今のあんたには、もっと他に時間をかけるべきことがあるんじゃないのこれは、もしかして。 ママと過ごす時間をもっと大切にしてほしいというママなりのアピールほらこれあげるついに連絡先をゲットしてママとの距離を縮める時がうん幸せな小金持ちになるための資産運用との程よい距離感これを見て資産運用との上手な付き合い方を学びなさいですよねおはようございますリオですそれでは今日も原曲お金の勉強していきたいと思います今日のテーマはこれですね 幸せな小金持ちになるための資産運用との程よい距離感。こういうテーマで話をしていきたいと思います。質問いただきました。いつも動画ありがとうございます。学長の動画を参考にしてインデックス投資と後輩投株投資を始めました。投資額はこんな感じです。インデックス投資は SP500 ファンドに100万円ほど。後輩投株投資は日本とアメリカの個別株に100万円ほど。どちらも含み益にはなっているのですが、金額はそれぞれプラス5万円ぐらいです。200万円投資して10万円の含み益というのはしょぼいですよね。 今後期待できる配当金、分配金も年間5万円から6万円しかありません。増やす力を高めてもっと大きな利益を得たいと思っています。どのようなことを勉強すれば投資利回りを上げていけるでしょうか教えていただけると嬉しいです。こういう質問いただきましたんでね、結論から話していきたいと思います。結論から言うと、もっとリスクを取ればリターンが大きくなる可能性があります。極論、200万円全額をたった一つの個別株に投資すればいいんですよ。アマゾンとかアップル、大人気の成長株ありますよね。 もしかしたらこういう株に投資すれば1年で2倍になるかもしれません。もちろん1年で半分になっちゃう可能性もあるんですけどね。なんで僕は個別株への短期集中投資のようなハイリスクな投資はお勧めしてません。なぜなら勝てるのはたった1人だけ。99人は負ける。こういうギャンブル要素の強い投資スタイルだからなんですね。質問者さんの質問の意図はインデックスや高配投株の利回りじゃ物足りない。もっと早くお金持ちになる方法を教えてくれ。こういうことだと思います。 この質問に対する僕の回答は、早くお金持ちになる方法は、投資利回りを上げることではないんだよってことです。なんで、この動画では、早くお金持ちになりたいっていう人に向けて、資産運用との程よい距離感について解説します。この動画を見れば、最速でお金持ちになるために必要なのは何か資産運用とはどんな距離感で付き合うべきかこの2つがわかります。ぜひね、最後まで見ていっていただければと思います。ということで、解説いきましょう。最速でお金持ちになるために必要なこと。 リベダイ YouTube ではお金にまつわる5つの力を解説しています。貯める力、稼ぐ力、増やす力、守る力、使う力。この5つですね。お金にまつわる5つの力があれば、お金に困らず豊かな人生になるんだよと。一方でお金にまつわる5つの力がないと、お金が不足して生活がカツカツになっちゃうよと。5つの力のうち、キャッシュイン。つまり財布にお金を運んできてくれる力は、稼ぐ力と増やす力。この2つしかありません。稼ぐ力っていうのは、 会社員として給料を稼いだり、副業で稼いだり、独立して個人事業のフリーランスとして報酬を得たり、事業を起こして会社経営によって利益を得たり、っていう感じで自分で働いてお金を生み出す力のことですね。これが稼ぐ力だ。一方で増やす力っていうのは、株式に投資して値上がり益や配当金をもらったり、債券に投資して値上がり益や利息をもらったりっていった感じで、お金を働かせることでお金を生み出す力のことですね。これが増やす力だよと。質問者さんのように投資を始めて1、2年ぐらいの人は、 早くお金持ちになるために増やす力を高めないと。こういう勘違いをしがちです。でも断言します。早くお金持ちになりたいなら優先度が高いのは稼ぐ力を高めることなんですね。最速でお金持ちになるために必要なことは稼ぐ力を高めること。これはバビロンの大富豪の教えでも言われてましたよね。自分こそを最大の資本とせよって教えです。 これね、漫画動画見やすくなってますんで、ぜひ見てほしいと思います。確実にお金が貯まる7つの教訓、90年以上語り継がれているお金持ちになるための絶対的ルールってことでね、バビロンの大富豪の教えをもとに漫画にしてますんで、ぜひ見てほしいと思います。月3万円の積み立てを20年続けて、年利5%で運用できたとしましょう。すると、20年後にはこうなります。720万円が1233万円になりました。で、投資元本は720万円。 増えたお金、資産運用益は約510万円、税引き前です。バカにならない大きな金額なんですけど、その一方で、投資で510万円稼ぐために20年かけてるわけです。でも、もし皆さんが会社を辞めてフリーランスとして独立したり、起業して会社経営者になったり、転職して高級取りの社員になったり、副業で給料プラスアルファを稼げるようになったりして、月収100万円になったとしましょう。そうすると年収1200万円ですよね。 で、ここから税金を引かれて、手取りはざっくり900万円ほど。もし、年間の生活費が400万円なら、900万円の手取り引く、400万円の生活費、イコール500万円。年間500万円貯金できることになりますよね。で、これ見ると、あれ ?1 年で500万円蓄財できてしまった。増やす力で頑張る人が20年かけて歩んだ道を、稼ぐ力のある人はたった1年で歩いてしまうっていうわけなんですね。ここが非常に大事なところ。 もちろん年利20%とかで回し続けられたら話は別なんですけど、それは世界最高の投資家、ウォーレン・バフェットレベルの投資家の数値ですから。資産運用の世界では年利5%でもそれなりの氷回りです。モルガンみたいな世界的な金融機関でさえ、米国株の長期リターンは5%ぐらいで見込んでるんですね100。100%全部外国株に突っ込んでようやく達成できる。そういう攻めた利回りで投資をしてさえもお金が増えるのには時間がかかるものなんだよと。 さらに別の視点からも稼ぐ力の重要性を確認してみましょう。1億円以上の資産がある人を富裕層って言います。友達がもし1億円持ってたらどう思いますか皆さん。すごいな、羨ましいなって思ったりしませんでも、その1億円持っている友達の稼ぐ力がゼロだとして、資産運用の利回りが5%だとすると税引き後で4%ですね。その友達の手取り年収っていうのは400万円にしかならないんですよ。手取り年収400万円っていうと、40代のサラリーマンの平均年収ぐらいです。 もちろん、完全な不労所得でこの年収なんで価値はめちゃくちゃ高いですよ。自由な人生手に入れてるわけですからね。ただ、世間一般が思うお金持ちの生活とはほど遠いってことは分かると思うんですよ。タワマンとか会社、高級レストラン、海外旅行とか子供は私立みたいな。手取り年収400万円ではこんな生活できないですよね。1億円持ってるんだから使えばいいじゃないかって意見もあるかもしれませんけど、もし1億円の元本に手をつけてしまったら、翌年から得られる資産収入減ってしまいますから、 年収が400万円、380万円、360万円みたいに減っていくんですね。要するに、こういうことです。資産運用を一生懸命頑張って増やす力だけ高めても、お金を増やすにはめっちゃ時間がかかると。貯め終わった後もお金持ちとしての暮らしはできないんだよって、こういうことです。確かに増やす力は重要ですよ。資産運用ができる人とできない人とでは、生涯で数百万から数千万円の差は生まれるんですね。お金を持てば持つほど資産運用のパワーは大きくなるとはいえ、 これだけに頼るってのは大間違いなんですよ。結局、経済的に豊かになりたいと思ったら、自分こそ最大の資本とせよ。つまり、稼ぐ力を高めるのが必須だってことです。実際僕の周りのお金持ちは、資産運用で一発当てた人より、ビジネスを一発当てた人の方がはるかに多いです。もし、この動画を見てる皆さんの中に、資産運用がうまくいけば人生うまくいく。こういう勘違いをしている人がいたら、これはね、すぐに考え改めた方がいいです。 これ、多くの人がハマって人生を台無しにしてきたもう罠みたいな考え方なんですね。だからここ非常に注意してください。以上を踏まえてここからは、幸せな小金持ちを目指す人向けの資産運用との程よい距離感について解説します。ポイントは4つです。1つ目、資産運用を馬鹿にしない。2つ目、資産運用に関する書籍を読むのは2ヶ月に1冊ぐらい。3つ目、株価のチェックは月に1回から4回ぐらい。4つ目、投資計画の見直しは3ヶ月に1回ぐらい。 この4つのポイントを満たしていれば、初心者の長期投資家としては、程よい距離感になるかな、ということでね、順番に解説していきたいと思います。資産運用とのベストな距離感。ポイント1、資産運用をバカにしない。散々稼ぐ力の方が大事だよって説明してきた後なんですけど、ここは強調しておきます。増やす力のパワーを侮ってはいけません。最初こそ家計へのインパクトってちっちゃいんですけど、資産が貯まれば貯まるほど効いてきますから。 資産運用は人生の時間を奪わずにお金を稼いでくれる完全な自由をもたらす最高の手段です。高年収な人、ビジネスで一発当てた人にありがちなのが、資産運用なんてしょぼいと。自己投資最強って意見なんですね。これはいわゆる生存者バイアスで、成功者の陰にあるたくさんの屍のことを忘れてます。成功してるビジネスだからって言ってリスクジャンキーになっても延々とお金をつぎ込み続けたらいつかは全財産を失うと。 自己投資、自分のビジネスへの投資が最強って言って、貯金もせずにありがね全部を自己投資やビジネスに使い続けた結果、40代、50代になって資産ゼロ、ビジネスでも成功できていない。こんな人いくらでもいるんですよ。若い世代で貯金ゼロの自己啓発男子、女子も珍しくありません。僕の周りにも数十億稼いでビジネスに投資しまくって最後に激尋した人ってもう多数いますからね。ちなみに、ビジネスでめっちゃくちゃ稼いで、10億円の豪邸、黄金のロールスロイス、3億円のピンクダイヤ、 18億円で買ったヘリポート付きの豪華クルーザー。次々ビジネスに投資しまくったんですけど、その方。最後は衛星放送ビジネスで大失敗で、借金50億円を背負う羽目になった村西徹監督っていらっしゃるんですけど、この方の本ね、おすすめです。裸の資本論ですね。借金返済50億円から学んだお金の法則っていうのと、あと、山田孝之主演、全裸監督は、この村西徹監督のお話なんですね。こちらもね、映像で見れて非常に楽しいと思いますので、おすすめです。ぜひ見てみてください。次ですね。 ゴリゴリに稼ぎまくっている成功者の少額の資産運用なんてゴミっていう意見を見ると萎縮してしまうかもしれません。だけど気にする必要ありません。10年後、20年後に笑うのは今から小さく動き出した人ですから。皆さんにはぜひ上手に稼ぐ力と増やす力のバランスをとってほしいなと思ってます。イメージとしては手取り月収30万円あったら7割の21万円を生活費に当てて、2割の6万円を資産運用に当てて、1割の3万円を自己投資、稼ぐ力アップに当てるみたいな感じに、 自分にとって心地いい割合を決めて割り振るといいと思います。自己投資はゼロとかね。資産運用はゼロって言ったらそういう極端なことはお勧めしません。資産運用に過度な期待はしないけれど、資産運用をバカにもしない。こういう感じがね、いけてる距離感かなって思います。次、二つ目、ポイント2ですね。資産運用に関する書籍を読むのは2ヶ月に1冊ぐらい。増やす力を高めるためには、未然にを切って投資することと勉強すること。この二つが必須です。 ベテランのインデックス投資家さんほど勉強なんていらない。有料インデックスファンドに投資してほったらかせば OK。勉強した時間、投資にかけた手間暇はリターンに比例しない。こういうことを言います。僕自身もこの意見には基本賛成です。とはいえ、なぜこのベテラン投資家さんたちがこの境地に至ったのかっていうと、いろんな投資を体験しつつめちゃくちゃ勉強したからですよね。いろいろ経験してめちゃくちゃ勉強して腹落ちしてるからこそ、相場がどんな状況になっても自分の投資スタイルを継続できると。 ファンドをしょっちゅう乗り換えたり、暴落相場で売ってしまったり、そういうことをしないってわけです。初めからこの境地に達していたわけではないですよね。だから、僕はあえてこう言います。勉強した時間、投資にかけた手間暇はリターンに比例しないかもしれません。だけど、勉強してください。投資は全て自己責任です。勉強しなくて OK な投資なんてないんですよね。だから、結局は自分で手を、頭を動かして学ぶ必要がある。そうやって学んだからこそ、どしっと構えた投資家になれるってわけですね。 とはいえ、勉強に時間を使いすぎるのも良くない。稼ぐ力も高めたい。そこで資産運用に関する書籍は2ヶ月に1冊読むぐらいでちょうどいいかなと思います。年間6冊、3年で18冊です。18冊もの本を読みながらインプットですね。実際に未然に起きて投資を続けてアウトプットすれば、その両輪で皆さん間違いなく投資家として成長しますから、これがポイント2つ目になってきます。次、ポイント3つ目。株価を確認するのは月1回から4回ぐらい。 僕自身はインデックス投資、後輩投,投資やってるんですけど、株価を確認するのは月に数回です。なぜなら僕はデイトレーダーではないからですね。長期投資が前提なんで短期的な株価なんてどうでもいいんですよ。見てもしょうがないから見ない。ツイッターでみんなが騒いでて気づくことも多いです。そこから少し経ったあたりで会話が来ることも多いんで、もう平常時は株価は全然見てないですね。で株主になるってことは企業の一部を保有するっていうことです。例えばアマゾンに投資するっていうのは ジェフ・ベゾス CEO を使って、アマゾンの優秀な社員たちを使って、アマゾンのビジネスモデルを使って、利益を生み出してもらって、その分け前をいただくってことですよね。企業が利益を生み出すのには時間がかかるんですよ。せっかくお金を生み出す仕組みに投資して不労所得を得ようとしているのに、日々の株価チェックに時間を奪われていたらもったいないです。チェックしたところでどうせできることは何もないし、短期で売らないんだから意味がないですよね。会社にいるのにお昼に株価をチェックして、 トイレで株価をチェックして、帰りの電車の中で株価をチェックしていたら、資産運用との距離感が程よいとは言えません。でもし、皆さんが長期投資家なら、毎週末にチェックする月4回、もしくは月末にチェックする月1回、もうこれぐらいの距離感でバランスがいいと思います。全自動のお金稼ぎは投資した会社に任せて、皆さんは貯めるとか、稼ぐにね、集中していきましょう。ポイント4、投資計画の見直しは3ヶ月に1回ぐらい。投資計画っていうのは、資産の配分をどうしようかなぁと。 株とか債券のバランスですね。もしくはどんな銘柄を買おうかな、個別株にしようか、ファンドか。いつまでにいくら追加投資しようか。何年後までにいくらぐらいを目指そうか。こういうものですね。こういった計画の進捗状況を確認する。計画を練り直す。こういうのは3ヶ月に1回ぐらいで OK です。もう春、夏、秋、冬、年に4回。そういえば今の計画のままで本当に夢叶うかな、ぐらいの感じで季節の変化を感じながらチェックしましょう。もう3ヶ月に1回ぐらいカレンダーに通知入れといてね、その時にやるみたいな。もうそれで十分ですよ。 今の世の中はたくさんの情報に溢れてます。ブログ、ツイッター、YouTube を見れば見るほど自分の投資これでいいのかなっていう気分になってしまいますよね。投資経験が3年5年って増えてくるまではもう自分のスタイルなんて固まらないんですよ。もうしょうがないと。資産運用の初期であればあるほど投資計画が家計に与えるインパクト小さいです。だから資産運用額が小さいから頻繁に見直すメリットは大きくないってことですね。なんでどっしり構えていきましょう。これがポイント4つになってきます。 まとめいきましょう。情報に溺れず程よい距離感を取るのが資産運用成功の鍵だよと。インデックス投資、後輩投,下部投資などを実践してみたけど、リターンが小さいもっと資産運用で稼ぎたいこう感じてる人に向けて動画を作りました。もし、早くにお金持ちになりたいんだったら優先度が高いのは、増やす力を高めることじゃなくて、稼ぐ力を高めることです。稼ぐ力をバグらせること。爆発力があるのは稼ぐ力ですから。 増やす力を高めまくるっていうのは、リスクを大きく取ることとほぼ同義なんですね。お金持ちになれるのは一握りの投資家だけで、99%の投資家はもう負けてないってね、終わります。資産運用しているのに思ったよりお金が増えてないなって感じた時に皆さんがすべきことは、資産運用にひたすら時間を投資したり、もっとリスクを取ることではありません。 もし、稼ぐ、貯めるって言ったことに目がいかずに、証券講座とか、投資ブログ、動画ばっかり見てるとしたら、お金持ちになりにくい。つまり、いけてない行動をとっているんだって思ってください。投資を始めたばかりの初心者さん、長期投資家にとって資産運用の程よい距離感とは、一つ目、資産運用をバカにしない。小額だとついつい無意味に感じがちですけどね。それか二つ目、投資本は二ヶ月に一冊ぐらい。三つ目、株価の確認は月一回から四回ぐらい。四つ目、投資計画の見直しは三ヶ月に一回ぐらい。 こういう感じかなと思います。ただし、これはあくまでイメージですから、伝えたいのは資産運用にどこまで期待するか、投資の情報にどれぐらいの頻度で触れるか、こういったことをコントロールする視点を持ちましょうってことです。何も考えてなかったら、情報の荒波に飲まれて遭難してしまうだけですからね。考えていきましょうと。これぐらいの距離感で数年の投資経験を積んで、1000万円を超える運用元本に育てていく。こういう感じになると、この後は一気に楽になります。ゼロから1000万円は本当大変なんですよ。 で、1000万円が貯まってから次の2000万円は少し楽になります。ら2000万円から3000万円はもっと楽になります。手っ取り早く楽にお金持ちになりたいっていう予に負けずに、ぜひ資産運用と程よい距離感を保って資産形成進めてもらえたらなと思います。以上参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。最速でお金持ちになりたいと思って投資に夢中になったり、投資効率が悪い時から時間をかけすぎたり、リターンを追い求めるあまり投資どころか気づかないうちにギャンブルをしてしまってるってことも多いんですね。 早くお金持ちになりたいからこそ今日の内容を頭に入れて資産運用と程よい距離感、バランスを取りましょう。そうすれば近い将来ふと自分の資産が増えてきたなって実感する時が来ます。5つの力の順番もね、大切にしてください。5つの力は同時進行できるんですけど、1つ目貯める力。これの次は稼ぐ力ですから、飛んで増やす力より、やっぱり稼ぐ力を2番目に置いてるっていうのはこういう理由なんですね。稼ぐ力の鍛え方もこの YouTube でずっと配信し続けてます。 これですね。収入を増やす力を育てようと、稼ぐ力のところですね。で、稼ぐ力も、きちんと学んで行動していけば、そのうち稼げるようになりますから。一足飛びは無理ですけど、毎日コツコツ積み上げていきましょう。ということで、これからもしっかり学んで行動して、自由の道歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日も、ありがとうございましたお仕事気をつけていってらっしゃい学校も行くんだよ。D マン君、今日の動画、どうだった いやあ、響きました。投資で資産を増やすことに憧れて、もう勉強をしてたけど、今必要なのは、入金力を上げること。そのためには、稼ぐ力アップにもっと時間を使わなきゃね。そうね。資産運用との距離感は、程よく、ね。もしあんたがリベシティに入ってるなら、チャットで相談してみるのもいいわね。あ、そっか。リベシティって、そういう使い方もできるんだ。 そうよ投資の先輩もたくさんいるから勉強になるわよありがとうところで僕はママとの距離感を程よく縮めていきたいんだけどあんたねちょっとうまいこと言ってんじゃないわよアベシ